してるお酒と常温のお酒があるみたいなんですけど、はいはいはい、お酒をその熟成させる、まあ、理由っていうのがいくつかあるんですけれども、はい、まあ、そもそもその熟成前提で作ってるお酒っていうのはありますよね、はい、でまあ、それはそれで、あとはですね、いいお酒ができた年があります、はい、すごくいい酒ができた、じゃあこれを取っておきましょうっていうお酒もあるんですよね、うん、であとはその時代に合わなかったお酒っていうのがあるんですよ、うん、例えばその日本酒ってその酸味を出すことを、まあ、すごくこう嫌う時代があったんですね、うん、で今でこそ酸のあるお酒っていうのは結構受け入れられるようになってきたんですけど、はい、そういうお酒っていうのはやっぱりこうその時代に日の目を見ないので蔵の中に眠ってました、うん、で時代が追いついてきて、まあ、飲んでくれる方がいらっしゃるようになったんで出てきましたっていうお酒があるんですね、うん、でそれがこれなんですよ、うん、T406 っていうお酒で香りと味が両方とも独特なんでちょっとそれを楽しんでいただきたいんですが、酸味がすごい、そうですね、はい、あと香りも結構独特だと思うんですよね、すごい好きです私、実はですねこれ女性にすごい人気なんですけど、ね、はい、12年間熟成させているので、はい、まあ、その酸も甘みもあとアルコール の, その成分っていうのも比較的まろやかになっているので、うん、スッと入ってくる、嫌いなお酒ないですか、この中で。ないです。ないですか。それがコシの良さです。少し熟成酒になると当然味わいが広がるんですよ、うん、そうするとちょっと酸があるよりもしっかり酸がある方がいい、はい、でちょっと甘いよりもはっきり甘い方がいいって、このはっきりした部分が出てくるんですよね。でそうすると自分の好みが明確になる。でカオルコさんの場合は酸味のあるお酒も好きだし、しっかりと甘いお酒も好きで、それをまあ少しの魅力の一つだと思います、うん。